い、こんにちは、アムです。今回はフックビッキー来ましたので弾いていきたいと思います。ロザリー装備フックビッキー、今回は回復系のね、僧侶に持たせると良さそうな装備なので全体回復ね、ついております。欲しいですね。おっとあれ、最初からちょっと、うわっと、あー、あ、なんか新しいの来た。トレジャーキャップが来ました。持ってなかったやつですね。一応ね、癒しの風は使っているんですけど、なかなかね、強い敵だと、もうね、そろそろ一人じゃ足りないっていう時もね、お、2個来ました。あるので、まあ武器ね、今回なんか、追加効果もね、ついていたりとかするので、来てくれたら、助かるんじゃないかと思います。ちょっとまだいけてないんですけど、ボス攻略なのかな？お、雷神の槍来ました。結構雷神の槍結構来てますね。幻突できます。さあ、ワイルドジャケット。あー、ちょっとね、まあ武器がね、来てくれたら一番いいんですけど、他のね、装備でもいいので来てほしいんだけどな。はい、今回はちょっとまだね、石があんまり溜まってなくて、とりあえず30連っていうね、ちょっと控えめな感じなんですけど、はい、厳しいか、ちょっと爆死は嫌だなさすがにお願いします。虹変わってくれ。ドーン、起きた。1個来ました。この1個にかけるしかないですね。お願いします。魔法使い、クナイ、コアクマネイル、お願い。あ、来ました。ロザリーの衣、下が来ました。下装備嬉しい。実は下装備はね、下装備はまだ全員下がね、星5で揃えられない状態だったので、一人ね、星4装備を幻突して使ってたんですけど、ここで来てくれたので、ちょっと使えそうですね。やった！キャド属性耐性がついて、ボス耐性だったりとか、あと、僧侶に回復魔力が、プラス5がつくような装備になっているみたいです。あとはバギの属性呪文ダメージがアップしたりとかもするので、光のね、タクトを今使ってるんですけど、光のタクトと合わせても使い勝手が良さそうな感じの装備かなと思っております。とりあえず1個来た、よかった。聞けてないね、武器の感想結果など、よかったらコメント、グッドボタンよろしくお願いします。では、アムでした。バイバーイ。